はい、皆さんこんにちは。今日は2024年の1月2日です。北陸の方で大変なことになりました。被害に遭われた皆さん大変だと思いますが、気をつけてお過ごしください。またそこに支援物資を持っていくはずだった羽田空港の自衛隊の飛行機の皆さんが、前代未聞の飛行機同士の接触事故というような大変な事故が起こってしまいました。ジャンボジェットの乗客の方は少しの怪我はあるようですけれども、なんとか脱出できたということで、その後跡形もないほどの飛行機が炎上してしまいました。本当に皆さんご苦労なことだと思いますけれども、謹んでお悔やみ申し上げます。さて、僕の方では先日から作っていますスノ AI 用の GPTs、 その最後に作った続きの歌詞専用ビルダーというのをアップデートしました。アップデートの内容というのは、ひらがなの歌詞も一緒に書いてしまうというような機能です。やはりスノ AI は漢字を読み間違うということもありまして、ひらがなで作る方がうまく歌えるということがやっているうちに分かってきています。ですからひらがなの機能もつけましたので、皆さんぜひともうまく活用してみてください。では早速やっていきましょう。このソフトを使う前に、その下にありますスノ AI プロンプトジェネレーター、これで歌詞をスノ AI に作らせる方がうまく作ることが分かってきていますので、スノ AI って英語の歌詞しかできないんじゃないの、そんなことはありません。このプロンプトジェネレーターを使っていただいたら、日本語の歌詞もバッチリ書きますので、チャレンジしてみてください。はい、それと余談ですけれども、僕は昨日から口内炎ができてですね、喋りにくい状況になっています。ですからちょっと舌足らずに喋ったり、ろれつが回らないような喋り方になったりしますが、ご勘弁ください。じゃあ早速やっていきましょう。スノ AI プロンプトジェネレーターで作りますので、下のスターターを押してください。はい、このように4つの質問をしてきますので、そこに回答をしてください。春が待ち遠しい、 J-POP 女性ボーカル、他はお任せ、このようにしました。はい、このように黒いコードエリアと呼ぶんですけれども、こんな形で書いてくれます。スノ AI のプロンプトというのは100文字以内ぐらい入れないと受け付けませんので、そこにうまくまとめてくれます。はい、こんな感じです。コピーコードというので、クリップボードにコピーしましょう。僕のソフトを使ってくれてない人はですね、通常はカスタムモードというので、ここに歌詞を書いたりするんですけれども、僕のこのプロンプトジェネレーターを使えば、ここに今のコピーしたものを貼り付けるだけ、これだけです。このようにしまして、クリエイトというふうにします。もしここがコンティニューというのになっていたらですね、先ほどまでやっていた続き用の楽曲が入っていますので、ここを見てこの下にですね、何か余計なものがないか、それを確認しましょう。例えばこれらも一旦クリアにしておく方がいいかもわかりません。そうしまして、クリエイトボタンを押します。はい、できました。ちょっと聞いてみましょう。一つ目の歌詞はこんな歌詞です。桜の花が舞い散る、ここから始まります。次は花が咲くというのから始まります。このようにですね、その AI に歌詞を任した時は2パターンできて、楽曲も2パターンできますので、こちらの方がどんな曲ができるか楽しみですよね。この方法も僕はいいと思います。自分が歌詞を書く、もしくはチャット GPT のような AI に考えてもらうというよりも、少しワクワク感があるかもわかりません。でも歌詞を変えたい時というのは、ここでリミックス
というのを押せば変えれますので、その AI に歌詞を作ってもらったら絶対変えれないのかというと、そうではないことも覚えておいてください。またいらなくなったファイルが乱雑になるときは、このようにいらないものを低評価でこの画面から消すことができますが、間違って消してしまったときに、あれ消してはいけなかったのにと思って慌てる必要はありません。この左のライブラリ、ここに行くと全部がちゃんと残っていまして、ここにページ1、ページ2とかですね、過去のものは全部残っていますので安心してください。これら2つを聞いてみましょう。桜の花が舞い散る、春の風が心を躍らせる、ランチを食べながらみんなで笑い合ってる、春を楽しむ季節。靴出してた背中してなった花吹くと思われていたのに、花が咲くバカみたい2曲目は、前半に何かちょっとわからない歌詞があったので、上側の方の続きをやっていきましょう。ここで間違わないように消しておきます。そうしまして、ここの3点ボタンを押しまして、そして Continue from this clip、 これを選びましょう。そうしまして、その隣にあるシェアボタン、これを押してください。するとクリップボードに URL がコピーされます。こうなりますと、この続きの歌詞専用ビルダー、これをやっていただきます。そうしまして、このスターターを押してもいいんですが、もう一気にですね、ここに URL を貼り付けます。そして続きをワンコーラス作ってと、このように入力しまして送ります。するとURL のところに解析に行きます。そして歌詞などを引っ張ってきます。はい、ちゃんと解析をしてきまして、これにふさわしい歌詞を追加してくれています。そしてひらがなも作ってくれます。こんな風になりましたので、ここでコピーコード、これを選びます。もちろん上を選んでもいいわけです。難しい漢字や読み違えそうな部分がなければ上を選べばいいということになります。春の日差し、ぬくもり感じ、花びらのように舞い上がる気持ち、笑い声が空を埋め尽くす、今を生きるこの瞬間、この時を、春を楽しむ新たな希望、手を取り合って歩む未来へ、輝く日々を心に刻んで君と共に春を過ごす、春の中で。はい、これであれば間違うということはないと思います。ですからどちらを使ってもらってもいいと思うんですね。そしてヒントとしまして、アウトロインストゥルメンタルというのがひっついています。これエンディングを作るのに案外いいまじないなんで、皆さんも真似をしてみてください。 100% とは言いません。でもアウトロを考えてくれる、そういう場合が多いです。コピーコードでクリップボードにコピーをします。今回はひらがなではなくって漢字を持っていきます。そうしまして、ここに貼り付けます。これでコンティニューで続きを作ってもらいましょう。今日はひらがな歌詞を作るという説明だったのに、ひらがな歌詞を使わないというね、村長らしい解説ですが、まあ、いい方を使ってもらえばいいわけです。できるということだけご理解ください。聞いてみましょう。
ち笑い声が空を埋め尽くす今を生きるこの時を春を楽しむ新たな希望手を取り合って歩む未来へ輝く日々を心に刻んで君と共に春を過ごす日差しぬくもり感じ花びらのように舞い上がる気持ち笑い声がか空を埋め尽くす今を生きる子その時を春を楽しむ新たな希望手を取り合って歩む未来へ輝く日々を心に刻んで はい。こちらの方がフィニッシュとしては良かった感じがしますが、最後ギリギリでおかしくなりそうだったこちらを選んでみます。Continue from this clip。これを選びます。そうしますとここにこれが来ますので、今度はアウトロがほとんどなかったということで、ここを消します。このようにしてアウトロだけを作るということもできます。はい、できました。エンディングをうまく作ってくれたでしょうか。はい、自然にフェードアウトしてくれました。はい、後の方がオリジナリティがあっていいエンディングでしたね。じゃあこちらを採用してフル曲を作ります。フル曲は Get Full Song、 これを選びます。このフルソングというのはクレジットポイントが減りませんので安心して作ってください。このようにできましたら2通りの方法でこの曲をお友達などに公開することができます。一つはファイルとしてビデオファイルやオーディオファイル、これに変換することです。もう一つはこの3点メニューの隣のこれですね、ここで共有の URL をコピーすることができます。このようにできましたら SNS などに貼り付けるとこのページに飛んでくる URL ができるようになっています。どうでしたでしょうか。今回新しいアップデートとしまして、ひらがなの歌詞も作ります。どちらがいいかは皆さんの好みで使っていただけるようになりましたので、ぜひチャレンジしてみてください。僕の GPTs は無料で使っていただけますが、チャット GPT プラスに加入していないと使えません。もうじき GPT ストアという大変面白い取り組みが始まろうとしています。皆さんもこの機会にチャット GPT プラス課金の方も一つ考えてみるのもいいんではないでしょうか。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。